夏本番今買うべき自転車用サングラスポロリもあるよないないリンリン はい、こんにちは、森下です。今日はね、自転車用サングラスの話。東京ウィルズでは、アルバオプティクスっていうね、ブランドを推しがちなんですよね。結構されてるし、普段使いもしやすいし。なんですが、東京ウィルズの中では実はサングラスを鈍する勢いで、めちゃくちゃ売れてるサングラスがもう一個ありまして、このハンドレッドっていうブランドです。実は2017年ですね、今から6年前か、ドイツのフリードリフ・イス・ファーフェンっていう、ちょっと発音難しいところで、ユーロバイクっていう世界最大のバイシクル合同展示会があって、そこに僕ら行った 時に見つけたブランドなんですねまだこのハンドレッドっていうのもあの日本にはしっかりと入ってきてなくて代理店もなくてっていう段階であこのブランドはいけるぞっていうことでまあそこのその場で交渉してやらせてくれってオッケーもらって日本に帰ってきてまあ輸入したというのがハンドレッド取り扱い始めたきっかけでしたでその時の初回ロットはもうあっという間に売り切れたんで多分早く来ないかなって日本で待ってた方も多いと思うんですよねこのハンドレッドっていうねブランドねなんで大人気になったかっていうとまあもモトクロスとかいろんなところでスキーのゴーグルとかで 有名だったんですけども、自転車の中ではそれほど知名度がなかったのが一気に有名にしたのがペテルサガンっていうねプロツアーラー、プロの選手をねイメージキャラクターに持ってきて、彼が実際にこれをかけてツールドフランスだったりジロデイタリアとかそういう有名なレースをね走ったんですよね。でペテルサガンってスプリントがすごい強い選手なんですよ。スプリントっていわゆる短距離で最後ゴール前にゴリ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 っていうのを見たことありましたね。あれがすごい速い選手でスプリント速い選手ってね基本的に人気があるんですよ。なんかやっぱり見た目が派手だからすごくファンもつきやすくて で、そこからもう大ブレークして、まあ有名になってった。で、それと共にこのハンドレッドめちゃくちゃ売れたというような経緯があります。当時売れてたのは、この辺かなちょっとピーター・サガンって言えばっていう感じ。今でもやっぱりこのスピードクラフトって言われてるこのフレームありのモデルで、白とか黒のフレームに赤のレンズっていうのはすごく売れるんですね。で、かなりこのイメージってピーター・サガンっぽいんですよ。 ペテルサガンっぽいんですね。これでもうゴリゴリやって、あーって勝ったっていうシーンをね、覚えてる方すごいいっぱいいると思うんで、まあ、そのイメージが強いんで、やっぱりピーター・サガンならずとも、みんなこの赤いレンズのものをなんかね、欲しがるっていうようなところあって、やっぱりこの赤いレンズはすごい人気があるんですけども、まあ、これがね、このハンドレッドを有名にした一番初めのアイコニックなモデルです。今でも非常に人気のあるモデルです。で、確かにこれかっこいいんですよ。かっこいいんだけど、僕は YouTube であんまりたまにしか取り上げてこなかった理由っていうのが、ペテルサガンの印象もあって、コンペッサ レースでゴリゴリリ走ってる人向けなのかなっていうイメージが僕の中で、もすごい強かったんですよ、ね、なのでまあ、すごく機能もいいし、デザインもかっこいいんだけど、個人的には僕がこれをつけて走ってるってイメージじゃないから、まあ、ナルバとかの方が似,似合ってるかななんて思ってたんですよね。で、実際ね、やっぱりオークリーとかのからの乗り換えでガチ乗りしてる人っていう人が、これを買ってく印象もすごい強かったんで、まあ、ちょっとそういう人向けにはすごくいいもんなんでお勧すすめするけども、僕自身はちょっと違うかななんて思ってたんですが、今回ね、新作が色々出てきまして、あこれ来た だぞといよいよ僕らカフェライダーの出番だぜなんて思ったんで、このハンドルとつける人の幅も広げてみようかななんて思ったんで、ちょっとご紹介をしっかりやろうと思った次第です。 で、まずね、ハンドレットについて、基本的なところのおさらいを簡単に言います。うちの中だけでモデルと色を合わせると90種類ぐらいあって、まあそれを全部ね、今日話してると大変なことになっちゃうんで、ちょっとざっくりどんなものがあるかっていうのをご紹介したいんですが、まずね、ハンドレットに関しては、フレームがえっと10種類ぐらいあります。主にメインになってくるのが、さっき言ったそのスピードクラフトっていうこのフレームがあるもの。で、これの派生で、スピードトラップとかレーストラップとかっていろいろあって、そっちもまあ好きな人は好きなんですけども、まずはね、このスピードクラフトが団地に一番売り るモ,モデルになるんですねでそれとともにまたその後に出てきた S2S3 ってモデルがあってあとその次に出てきたハイパークラフトっていうのが実際このスピードクラフトの後継というか、まあ、バージョンアップ版みたいのが来るんですがそれが超軽量でっていうので出てきたのがハイパークラフトその後グレンデールグレンデールはもうちょっと前に出てるかなでイーストクラフトウエストクラフトっていうのが最近出た新作なんですがまあちょっといっぱいあるんですけども今日は新作が出たモデルを中心に紹介していきますただモデルとして今回新作が出たものは基本的には してて追加されてるんで、まずはそここでででえておくととままああ間違いないかなっていななかうところではありますでそのモデルがこういくつかある中にレンズが種類があってそれがくっついてくるんですね。で、彼らが持ってるレンズの種類っていうのが4種類大きくありまして、ハイパーレンズって言われているもの。これはあのかなり彼ら自身で開発された自転車ですごく物を捉える力がすごい強かったりとか、コントラスト強めて凹凸を分かりやすくしたりっていうので、自転車に特化して開発されたモデルがハイパーレンズというのがあります。これがなんだかんだでやっぱり値段も高いですけど一番にですけど、 人気があ,るあのレンズですね。で、他はあとスモーク系のレンズですね。あとミラー系のレンズ。あと超光レンズって言って、普段クリアなんですけども、太陽光が当たるとサングラスに変わるっていう超光レンズ。この4種類が、そのそれぞれのモデルに、まあ、ありなしはあるんですけども、ついてくるといいイメージです。なんで、それの組み合わせで、まあ、好きなものを選んでいくという感じですね。で、まずは、やっぱり、まあ、僕の好みはちょっと置いておいて、最も売れてるレンズのスピードクラフトからいきたいと思います。さっき僕がつけた、こいつですね。で、スピードクラフトでも 最も売れるのののっていうのは結局白か黒のフレームで、赤か青ってていうのが今まででめちゃくちゃゃく一番売れてたモデルでこのモモデデルルだけでででで年間で100本以上売れてるモデルですでこちらが女性向けとか顔の小さい向けっていうことでスピードクラフト XS っていうのがあるんですけども、まあそういうちょっと派生モデルが出るぐらいにやっぱこれは彼らにとってはメインのモデルになります。でもちょっとまああの僕がやっぱ敬遠してた少しこうガリガリ走る系の人向けのデザインではあるかなというものですね。これがスピードクラフトです。で、こちらに今回新色が出てます。 はい。じゃあ、はじめにね、あの、スピードクラフトの新色から紹介したいんですが、前提としてもう一個。ハンドレッドこういうのついてきます。全部。ハードケースと、ソフトケースと、あとノーズパッドのちょっと薄いやつ。あとね、このクリアーレンズの替えがついてくるんですね。だから、通勤とか、まあ夜まで乗りたいっていう人でも、この変えられるレンズに関しては替えがついてくる。グレンデールとか、変えられないやつはついてこないですけども、変えられるやつに関してはこれついてくるので、そこがまずね、安心かなというところです。 でまず1つ目これね今回のまあ肝だなと思ったのがこのラベンダーっていう色ですねこういう色です横はこうラベンダーになってます でラベンダーでハイパーミラーレンズですね。えっと、レンズカテゴリーは3になりまして、光の透過率がだいたい10%台なんですね。基本的には暗いフィルターで日差しの強いとこ向けという感じになってます。これめちゃくちゃかっこよくないですかラベンダー。なんかラベンダーって聞いて、ちょっとなんかフェミニンな感じになっちゃうのかなと思ったんですけども、非常にこう今っぽい色合いですよね。なんかほんとトレンドを抑えたすごい綺麗な色なんで、まあ、この辺が今回ね、S2、S3、グレンデール全部このラベンダー系出てるんですけども、これ今回一番のトピックじゃないかなと思う 全モデルに出てるからっていうところもあるんですけども、あの見た瞬間に、うお、かっこいいなこの色ってすごい思いました。他のサングラスではちょっとこの色合いは見たことないですし、多分これ付けて走ってたら相当いけてるサイクリストっぽく見えるんじゃないかなというので、このラベンダーの、まあ、スピードクラフトというのは一つ注目です。じゃあ他の色もね、ちょっと見ていきましょう。次がマットブラックにハイパーレンズのブルーのミラーですね。これもめちゃくちゃかっこいいですよね。まあめちゃくちゃかっこいいっていうか、黒にハイパーレンズのブルーってすごい売れてる色なんですね。この黒 のののフレームってていううががかななり欠品が多くて今もうち欠品品多く今もち中なのでただこっちはねマットブラックって言ってちょっとその通常のブラックとは違う色合いなんですけどもやっぱこの黒フレームにこのブルーのレンズってもうめちゃくちゃ締まってかっこいいので、まあ、これも確実に売れるやつだなという感じなんですけど、まあ、これが2色目ですこれも光透過率3ですねだから強い日差しのところで使いますこんな感じですね横にこういう青いロゴが入っててでブルーすごいかっこいいですよね 次がこちらです。この組み合わせも僕の中ではなかったなーって思います。色の組み合わせ、ナイキ ID とかでやった時に、ないでしょうっていうふうに思う組み合わせなんですけども、カッパーっていう銅の色のレンズ、これもハイパーレンズに、ちょっとね、映像で見るともしかして青に近いんですけど、どっちかというと深みのあるナスコンに近いと思います。この組み合わせって合うんだっていうのがちょっとびっくりしました。すごいかっこいいです、これも。この青効いてますよね。なんかこういうカッパーの色だと僕やっぱりこの辺は黒にしたくなっちゃうんですけども、なんかここで青も 持って,いくんだっていうのがすごく新鮮でかっこいいですねはい次がねえっとこれグレーカモに赤のハイパーレンズですねちょっとねこれだけのもの全部コメント無理なんであのシンプルに見せるだけにしてきます <laughs> すいませんでグレーカモですね、えっと、こういう感じ、まあ、でもこれはコメントしやすいですよね強そうこんな感じですね ま、こういうのね、僕はあんまりしないんですけども、戦闘力高め、我こそはって方はぜひこれをつけて、ゴリゴリ抜いてってほしいですね、みんなをね。で、これはでもね、他のモデルにも載ってる色なんで、ハンドレッド的にはかなり推しですし、ピーター・サーガンすげえ好きそうですよね。レンズカテゴリーが2なので、光透過率が20%台なんですね。だから明るいコンディションに適しているということで、その前だやつはもっと光透過しさせないので、もうちょっと暗くなっても使えるというモデルになってます。 で今までのがハイパーレンズだったんですけど、今回はスモークレンズですね。ミラーになってないやつです。これでパープルって色なんですね。これ実はパープルで。この辺もね、パープルから黄色にグラデーションしてる感じになってて、非常におしゃれなサングラスになってます。これレンズカテゴリー3です。 はい。次ね、えっと、ハイパークラフトの次に売れているのが、実は S3 なんですけど、その次に売れている S2 の新色を紹介したいと思います。まずは、S2 で、今まで出てたモデルで一番売れてた色がこちらです。白フレームに青のハイパーレンズを使ったモデルですね。これも、えっと、レンズカテゴリー3なんで、結構日差し強い時に使えますと。まあ、見比べてみてもらえばわかる通り、まあ、フレームとかはこの辺に全部あるんですけども、ちょっと形が丸みを帯びてるんですね。だから若干、こうなんだろう、レイバンとかそういう、ちょっとティアドロップっぽい雰囲気になっていて。 で、ご存知の方もいると思うんですけども、サガンって結構ティアドロップのサングラスとかね、かけたがるんで、まあ、そういったもうちょっとカジュアルライズでも使えるよってイメージで作られたんじゃないかなというモデルがこの S2 です。いわゆるスピードトラップ、スピードクラフトとか、ああいう走るモデルが出た後にですね、出てきたモデルです。これが S2 というモデルですね。この色が一番売れてます。こんな感じですね。で、これの新色。S2 の新色がなんと、ジャん こんなんなんですよね。スケルトンになっていて、青みがかってるのに、ハイパーレンズのシルバーミラーというのを使ってます。ここはだからレンズはシルバーミラーで、これがスケルトンでちょっと青みがかかった。こんな感じです。 これもかっこいいですよね。なんかこの辺がちょっとやんちゃすぎるかなと思ったんですけど、かけてみると意外にこう馴染むというか、なんか白の代わりに使えそうっていうことで、まあ、白に青のレンズっていうのがすごく人気があるので、まあ、それの代替として白の部分にちょっとだけ自分の個性を見せるっていう意味で、このスケルトン使ってあげても、コーディネートとしては問題なくはまりそうという感じです。よく見るとスケルトンっていう感じなので、これもかっこいいですよね。これが新色になります。 はい。えっと、次は、ハイパークラフトの次に売れてるのが S3 で、その次は S2 ですよってさっき言ったんですけども、その2番目の売れている S3 です。S3 で一番売れてるのはどういうのかというと、これです。じゃん。 もうペテルサガンですよね、完全にね。こういったイメージのものがやっぱりすごく今まで嬉しさったっていう印象です。なので僕はちょっと敬遠したっていう感じですよね。まあ別にこれを全然悪いって言ってるわけじゃなくて、あの僕の思考とはちょっと違うというのは分かっていただけると思うんですけども、まあ結構早く走れそうな人が好みそうなデザインかなっていうところですよね。ただ今回そういう意味で僕はそのカフェライドでも使えるのが出てきたよっていうのはこの S3 に一番集約されているような気がしていて、はい、こちらです、新色。じゃん。ラベンダーですね。さっき一押しだって言ってたラベンダー。かけるとこんな感じです。 なんかこう S3 のギラギラした雰囲気っていうのをすごくこう抑えられてる感じでめちゃくちゃかっこいいなと思っててまあ今日みたいな走れる風なサイクルジャージない時でも使えそうな色合いかなというのがこの S3 のラベンダーカラーですねこれすごい大注目 で、こっちはもうね、走れる人向けです。さっきも紹介したグレーカモにレッド。まあ、走れる人しか使っちゃいけないってことはないんですけども、まあなんかイメージ的にさっきのオレンジを持ってる人が、じゃあちょっと違う色こっちも欲しいなって言って買ってくれそうなイメージですかね。グレーカモでオレンジのハイパーレンズになってます。じゃあ同じくさっきね、紹介したスピードクラフトでもあったパープルレンズにグラデーションで黄色になってるやつっていうのも S3 でも出てます。モデル違いですね。色は同じです。 で、ここから S3 と S2 と同じくらい売れている、まあ3位ぐらいにいるモデルのハイパークラフトっていうのを紹介したいんですけども、ちょっとね、今回僕の中ではそれがメインなので、その前にですね、グレンデールの方先行きたいと思います。グレンデールって何かっていうとね、僕が以前から原せんべいって呼んでいるサングラスなんですけど、まあこういう感じですかね。ちょっとゴーグルっぽくて、原せんべいっぽいんですよね。だけど、めちゃくちゃかっこよくて、レトロな雰囲気になってます。で、個人的にはネイビーに黒とか、ブラックに黒とかあるんで、そっちが売れてるのかなと思って、 っっててて売売上見てたららこの白にオレンジ番番変わらせんべいっぽいやつが一番売れました <laughs> まあ、確かにこれ、付けたらすごい目立つかっこいいですよね。あとね、これ実はレンズカテゴリーが、こいつだけ1なんですよね。1だと、透過率が50%ぐらいなのかな。えっ、ー、と、早朝や夕暮れ、曇りの時に適してますっていうことなんで、このデザインで、フィルターカテゴリー1だとすると、多分まあ、普段使い、通勤とかでも使って、まあ、夜帰る時も使えるって感じにはなるのかなっていうところで、まあ、人気があるのかもしれませんね。ちょうどこのフレームの出るところもね、この真ん中ぐらいに 来てるんですよねなので上下にこうレンズがパコって目を覆ってくれるのであの非常にこう視界もクリアですし目を覆ってくれる感じもすごく面積が大きいのですごくそういう意味では花粉の時期とかそういう時期でも使えるやつこれがグレンデールなんですけど今回これの新色じゃん来ましたラベンダーですね今回大注目のこのクリアレンズにラベンダーはほんとかっこいいですねこんな感じ今まではハイパーレンズを搭載したグレンデールってなかったんですけども今回待望のハイパーレンズを搭載したグレンデールということでこれはなんか今までの既存の このグレンデールのレトロな雰囲気カジュアルな雰囲気っていうのを一新しているのでちょっとまたこれはこれで人気がすごい出そうだなと思ってますあのレンズの大きさとしても一番でかいんじゃないかなこれがなんで目を覆ってくれる面積も大きいですしかなりこれはかっこいいんじゃないかなと思って今見てるんですけどちょっと欲しいな <laughs> 僕の中ではこのあと出てくるハイパークラストが自分の中で今一番第一候補なんですけどもちょっとこれもかっこいいですねはいという感じでこのグレンデールのラベンダーですねじゃあちょっと僕が今一押しのハイパークラストの方に行きましょう はい。ハイパークラストはこちらです。 形は S3 に近いんですけども、ほとんどフレームがないんですよね。このテンプルのところと真ん中のノーズのところに1本しか入ってないので、ほとんどフレームがないですね。で、なんと重さが 23g しかないんですよ。だからこう持っててもすっごい軽くって、軽さだけでも十分魅力はあるんですけども、やっぱかけた時のかっこよさがですね、段違いです。もともとハイパークラフトってよりこう早そうなイメージだったんで、ちょっとどうかなって思ってたんですけども、今回の新色でその辺を払拭してくれたという感じですね。これもいいんですけども、 例のラベンダーですねラベンダーが出ておりますこのラベンダーっていう色によってかなりこう柔らかい雰囲気が演出されてるのでなんかそんなにこうガリガリ走る人も走らない人もすごくこうクールな感じでつけられるかなっていう印象に変わったんですよねだから今までちょっとハイパークラフトって僕の中ではガリガリ走る人でっていう印象があったのでかなり自分の中の選択外だったものが一気にこう選択内にバーン飛び込んできたという感じですかねあの非常にこう軽いですね いいなという感じ。新色、あと3色あるんでいきますけども、新色が多い分もちょっと力を入れてんだろうなっていうのもわかるんですけども、まずこちらが、ストーングレーとシルバーミラーこれもハイパーレンズです。この色の組み合わせは僕はちょっと想像してなかったなっていうやつが出てきたんですけども、これもすごいかっこいいですよね。で、この辺のグレーとかがちょっとこう、マットな質感なので、まあさっきのラベンダーもそうなんですけども、アースカラーっぽいものとか、ああいうようなジャージとかでもすごい相性が良さそうなんで、あとポックのね、あのアースカラー系っぽい色合いのヘルメットとかとの相性も良さそうなんで、まあすごくいいす。 いいんじゃないかなという感じもう一つこれがねもう本当にやられた感がすごいんですけどもカッパー ののの銅色のフレレーーームにシルバーのハイパーレンズですねこの組み合わせでこんなかっこいいんだと思って、ちょっと敗北感しかないんですけども、まあ、さっきの逆杯ですよね。さっきはフレームが青でカッパーのレンズだったのに対して、こっちはフレームが銅色でレンズが青っていう、この銅と青っていう組み合わせがこんなにかっこいいんだっていうのをちょっと改めて教えさせられて悔しさがすごいという感じなんですけども、まあ、この組み合わせもなかなか他とは被らないですし、めちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと。で、あとはこういうベージュとかのジャージとかね、よく、あの、 ている人最近多いと思うんですけども、まあ、ここら辺の色とすごい相性がいいと思うんですごいこの辺はいいんじゃないかなとあとこのレンズの大きさとか軽さとかがそのか全体の軽やかさをめちゃくちゃこう引き立ててくれるのでもう最適じゃないかなと思いますなんか本当デザイン的にも最高ですよねであとはまあ彼らの推しのねスモークレンズの新色としてのパープルっていうのが出ててこれもさっきの S2 とかと同じ配色で、まあ、パープルにイエローこういうハイパークラフトもありますという感じですかね、まあ、僕は結構こっちのハイパーレンズの方がかっこいいかなと思うんですけども、まあ、スモークレンズ レンズの方がやっぱりいいっていう方も結構多いので、まあ、そういう方にはこちらのレンズもおすすめしたいなと思います。 はい。という感じで、ザザッと駆け足でしたけども、今回のハンドレッドの、まあ、売れてるモデル、まあ、色と、あと、まあ、新色ですね。まあ、大雑把に言ってしまうと、ラベンダーカラーがね、かなり力を入れて、クリアにラベンダーみたいなのが、大体全モデルに入ってきましたという感じで,で、あれはやっぱすごく、あの、僕の中でも、あの、ラベンダーカラーっていうのは他と被らないでいいなと思いましたという感じと、あと、カッパーのね、ブルーの組み合わせみたいなのがすごくかっこよかったなということ。あとは、パープルのスモークレンズが新しく出てますんで、それもまあ、パープルと黄色の配色で、やっぱいろんなモデルに載ってます。 よねという感じ。あと、まあ、グレーカモにカモ柄。あれもね、ちょっとまだ未入荷のものもあって、あの S2 とかにもグレーカモ出ます。で、今日ちょっとまだ入荷してないので、はい、あの、紹介できてませんけども、まあ、大体どのモデルにもグレーカモは載ってるはずなので。で、あとね、今、サングラスだとやっぱ超高レンズっていうのがすごくよく売れてるんですね。アルバオプティクスとかも含めて。で、実はハンドレッドにも超高レンズあります。 やっぱりまああのこういう超高レンズ普段クリアなんだけど外出るとまあサングラスになるというのはまあ本当に朝から夜まで走る人には絶対欠かせないかなというふうに思うのでまあすごく売れてるんですけども感動レッズも完全超高レンズというふうにこういうのがありましてこれがスピードクラフトですね黒のレンズに黄色超高のレンズが載ってるという感じあと S3 でもこういった感じであります少しレンズが大きくなってフレームがこの辺がない感じです お店にもやっぱ超高レンズないですかっていう方がすごく非常に多くあのお見えになるのでまあ一応ハンドレットでもちゃんと超高レンズありますよってことも最後にお伝えしましたでこの辺のハンドレットの新色なんですけども今やっぱり物流がすごく混乱していてあの僕らもオーダーした数全部入ってきてないんですねでおそらくまたそれが再入荷するのっていうとまたちょっと時間がかかりそうなので気になった方は早めにちょっとチェックしていただいた方がいいかなと思います特にあのラベンダー系とかは僕が勝手に気に入ってるだけかもしれないけどももう本当と物を見てこうやってやるとすごい欲しくなって ちゃう系なんであの早めにチェックして欲しい方は早めに手に入れた方がいいかなというふうに思いますちょっとこの新色系は本当にいつ次が入ってくるかっていうのが全然わかりませんのでその辺は気をつけてチェックしてみてください はい。という感じで今日の動画は以上です。この夏、絶対に買っといた方がいいサングラスをご紹介しました。今までね、ハンドレッドってちょっと早い傾け、ガチ乗りの傾けって印象が、まあ僕だけかもしれないけど強かったんですけども、まあ、これからはね、もうちょっとカフェライダーとか、自転車通勤とかでも使えるようなモデルっていうのがありますので、そちらの方もチェックしていただきたいなというふうに思います。いいねと思った方はいいねの方と、あとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムでもサングラスの着こなし方みたいなのもやってますので、あの、ぜひ東京ウィルズのアカウントの方、フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画で、 まましししょうう森内でしたたババイバイはいいありがとうございましたちょっとねほんと今回を機会にハンドレッド一発買ってみようかなと思ってるんですけどもどれがいいいかコメントください <laughs> 僕なんかハイパークラフトこの動画出た瞬間なくなりそうな気がするので買える分回ってくるかわかんないんですけどもまあちょっと先に買うことはできないのでまあこの動画出して皆さんがまあそこそこ手に入れたかなと思った後に買おうとは思うんですけども気になってるのはやっぱハイパークラフトのラベンダーとあとカップ。 カッパーブルーですかね。あとは S3 の方のカッパーブルーとかもかっこよかったなと思うんですけど、あとグレンデールのラベンダーもかっこよかったですね。まあなんかちょっと皆さんあのもしこれが合ってたよみたいなのがあればコメント欄に書いていただいてそれも参考にしつつ自分何買おうかなっていうのを選びたいと思いますんで、ぜひコメントよろしくお願いします。